QILD の株価を示しているのはどれ。これ3つのですね、カバードコール ETF の2021年の株価推移を示しているんですけども、どれが QILD か分かりますでしょうか。2021年の QILD の配当込みの成長率っていうのは実は 10.17%。 これ実はですね、他のカバードコール ETF、RYLD や XYLD よりも悪い成績という、まあちょっと意外なですね、結果になっております。最近カバードコール ETF、利回りがいいのはわかるんだけども、どれを買うべきなんだろう、自分に合ってんのどれなのかなっていうのを、まあ迷われてる人もいるかもしれません。ということで、今回の動画では3つのカバードコール ETF、これの比較と、ファイヤーするなら、まあどれを買うべきなのかな、というところですね。これ本当個人差ある話だと思うんですけども、僕なりの考えちょっと述べてみたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価もお願いいたします。では早速いってみましょう。今回はこの記事、 QILD はすごいですね、人気の利回り 12% の ETF なんだけども、これって XYLD とか RYLD に比べると悪いよねっていう記事になります。コメント数161っていうことでですね、これめちゃくちゃ多かったんですけれども、まあすごい建設的な内容書かれてたんで、某ニュース掲示板、ここもこれぐらいですね、いいこと議論してくれればいいのにと思って見ておりました。この記事を書かれていたのがどんな方かというと、もう皆さんご存知ですね、ディビデンドオブザピーポーバイザピーポーフォーザピーポー、ミスターディビデンドこと高配当 ETF 初代大統領、スティーブン・フィオリーロさんです。まあこんなこと言ってますけども、パワポ作りながら適当に考えただけの肩書きになりますが、すごいですね、高配当 ETF についていろいろと記事書かれているような方です。まずはじめに3つのですね、カバードコール ETF の簡単なおさらい、もうご存知の方も多いと思いますが、復習がてらチェックしてみましょう。まずは QYLD、 グローバル X 社のナスダック100カバードコール ETF、 設定はですね、2013年で経費率 0.6%、 やや高いですね。時価総額としては54億ドルというかなり大きなカバードコール ETF です。2つ目が XYLD、 グローバル X S&P500 カバードコール ETF です。ナスダック100ではなく S&P500、 設定は実は2013年の6月となっておりまして、経費率は 0.6%、 資産額としては789ミリオンということで、全然ですね QYLD に比べると小さいです。そして最後 RYLD、グローバル X ラッセル2000カバードコール ETF になります。ラッセル2000っていう、多分ナスダック100とか S&P500 に比べると馴染みがないかもしれませんけども、アメリカに上場する企業のうち時価総額の上位1001番から3000番まで、これで構成されている指数になります。 S&P500 が大型に対して、ラッセル2000は小型株になります。では2019年と本当最近なんですけども、預かり資産としては690ミリオンと書かれてたんで、XYLD にですね、もう追いつきそうな勢いです。スイキングアルファでは、まあこれらの評価っていうところがこんな感じになってました。まあどれもですね、配当については A+、経費についてはですね、0.6% っていうのは、まあこのリターンを考えると A という評価なようです。どれも C+ 以上ということで、スイキングアルファからの評価はいずれも良い ETF でした。そして冒頭の答えがこちらになります。実は QYLD が2021年は株価推移最も悪い、ちょっとマイナスという結果でした。一方で RYLD、XYLD はいずれもまあ 10% 弱の上昇というところで、配当をこんだけ出しておきながらのこの株価成長はすごい優秀だなと思いました。パッと株価見てみての印象としては、XYLD が一番ボラティリティが少ないかなと思いながら、逆に RYLD は結構値動きの幅大きいなという印象です。配当金の情報なんですけども、ここですね、ちょっと RYLD 載せようかなと思ったんですが、実は RYLD は現状まだ日本では買えないということなんで、一旦 QYLD と XYLD だけを載せております。配当についてなんですけども、 XYLD がですね、2018年になってから結構安定してきて、2020年でさらに増配してるっていうところです。 QYLD については比較的ですね、もう2016年ぐらいから安定している状況になっております。この赤枠で囲んでるところ何かというと、一番右の棒を見ていただきたいんですけれども、例えば QYLD、 ここだけですね、異常なぐらい高い分配金が出てるんですね。で、一応 XYLD もちょこっとここ高い値が出てるんですけれども、おめでとうございます。これバッチャマ様のちょっと真似をしてみたんですけども、おめでとうございます。前年同月比プラスの 117% になっております。ちょっとこれね、正直異常だと思いませんか。ツイッターでもこの分配金情報が流れた時ざわつきました。
ホルダーの人たちですね、阿波踊りを踊ってました。とあるですね、ツイッターの方が、我らがルイニーことルイスさんにですね、質問のツイートを、なんでこんなに分配金高いのって聞いてみたところ、ルイスさんからリプライが来ておりまして、ハイヤーボラティリティ&なんとなんとか、なんとかなんとかと言われてたんですけども、税務上の理由などが要因のようでして、今回12月だけがスポット的なですね、増配ということです。ですので、QILD 利回り今度からやばいんじゃないっていう期待はしないように注意してみてください。SPYD がですね、第4クォーター大幅減配したのと逆の理由みたいなのが存在してるのかなと僕は思ってます。今回の記事では、もしも配当再投資していた時にですね、2021年最強の ETF はどれだったのかということをですね、検証しております。条件設定としては2021年の1月4日、最初にそれぞれ100株購入して、毎月ですね、配当日の株価にて分配金を再投資を行うという条件でシミュレーションしております。QYLD の場合ですと、1月4日にですね、100株買うと2269ドルコストがかかったと。こんだけが資産になりますね。で、ここからですね、毎月配当が出て再投資をしてと繰り返していくと、12月の段階でですね、資産合計としては2499ドルというところで、200ドル、230ドルぐらい増えたのかな。再投資することによって当然ですね、株数も増えてくるんですけども、12月の段階で 110.95 株、ここまで増えていると。記事自体が出たのが12月の中旬だったんで、12月の分配金が含まれてないことをご了承ください。こんな風にですね、QILD しっかりと再投資してくれたらこれぐらい増えておりました。続いて XYLD です。XYLD は100株買うと4616ドル必要です。これをですね、12月まで配当再投資しますと、資産としては5522ドル。結構増えましたね。600ドルぐらい増えたのかな。株数としては 108.88 なので、8.88 株増えております。同じように RYLD。こちらは100株で2237ドルです。これが12月まで運用しますと、2725ドルで株数としては 111.61 株になっております。今回のこの検証をまとめちゃいますと、それぞれの初期がこの資産になりまして、12月末はこんな感じで、利益がこんなところなんですけれども、これをですねパーセントで表すと、最初に紹介した ROI QYLD が 10.17%、XYLD が 19.63% で、RYLD が 21.83% という結果でした。で、11月までしかですね、分配金出てなかったんですけど、11月時点での利回りとしては、QYLD が 9.86、XYLD が 7.77、RYLD が 10.45% っていう感じです。そして再投資によって増えた株数としては、QYLD が 10.95、XYLD 8.88、RYLD が 11.61 という結果でした。これを見てみてですね、RYLD 結構いい成績出てるなと。やっぱりそういう結果になってくるんですけれども、なんで RYLD がっていうのはね、ちょっと気になりませんか？これについてはですね、はっきりとした理由までは解明されてなかったんですけど、書かれていたのが、やっぱり預かり資産がまだまだ QILD に比べると小さいと。ちょっとした資金が入ることでも大きく値上がりする。そして小型株で構成されているので、株価としてボラティリティが大きい。これめちゃくちゃですね、カバードコールでは重要です。カバードコール ETF っていうのはオプションプレミアム。これから分配金出してくるんですけども、オプションプレミアムの値っていうのは、ボラティリティが大きい、値動きの幅が大きいとですね、高くなる傾向があります。そういったところがですね、総合的に寄与して RYLD が2021年非常に良かったんだろうと。筆者はですね、QYLD 結構好きなんですけど、こうなってくるとちょっと RYLD とか XYLD に浮気しちゃうなって、そんなこと言ってました。こんな結果を見てですね、はい、動画ご覧のあなたにぴったりなカバードコール ETF はどれ？というとこで、RYLD はね、今現状まだ日本で買えないんですけれども、買えたという前提でのお話と思ってください。多分ね、グローバル X 社の最近の活動を見てると、RYLD も近々買えるんじゃないかなと僕は思ってます。まずはですね、カバードコール ETF を買う人を大きく3つに分けちゃいます。1つが一番上、安定してキャッシュを確保していきたい。もう本当にファイヤーしてる人とかですかね。2つ目が VIG の利回り安定感をさらに強めたい。
やっぱりファイヤー目指す上での人気 ETF VIG、 ちょっと利回り低いなと思ってる、そんな人向け。そして最後が利回り正義、もうスポット買いでどんどん増やしていきたいというですね、まあ今までで言うと SPYD とか結構好きだった人、まあ、こんな人向けっていうところです。1つ目、安定してキャッシュを確保していきたい。これだともう今年ですね、キャピタルゲイン全然得られなかったですけれども、やっぱり QYLD、 期間も長く、実績もある、利回りもよし、そんなとこですね。2つ目、 VIG をちょっと強めたいっていう人、それだったらやっぱりボラティリティも少なく株価成長も見込める、そして増配もですね2020年とか結構増えてたりしてる XYLD、 QYLD に比べると利回り下がっちゃいますけど、 VIG に比べればめちゃくちゃパンチあります。そして最後、利回り正義、そんなあなたは荒くれ者の RYLD です。まあ、これはね僕の主観なんですけども、皆さんとしてはどんな感じですかね。今まで聞いてみて、こんなん鵜呑みにして買っちゃう前にちょっと注意が、それぞれに注意点はあるんですけれども、 XYLD はまず連動指数、これがですね過去に変更になっておりますので、過去の結果はあくまでも参考程度に見てみてください。そして RYLD とも共通なんですけど、純資産がまだ小さい、そういったことからボラティリティが少し大きくなる傾向はあります。取りようによってはですね、買い増しのチャンスも定期的にやってくるのかもしれません。 RYLD の方、これはまあやっぱり日本でまだ購入できないところがで、最大のデメリットになります。さて今回の記事はですね、内容あんまり書かれてなかったんですけど、コメントがめちゃくちゃ多かったんで紹介を。ジェンサーチ2さん、この人のコメント、なんか英語で書かれてるんですけども、私は3つのファンド全部持ってて再投資行う予定でしたと。ただ RYLD に追加するっていう発想がなくて、 RYLD は3つの中で2番目に大きい ETF だったんですけども、もう少しウェイト高くするかもしれません。まあ2022年もね、同じような結果が得られるか分かんないですけども、ちょっと今後の再投資としては RYLD かなという意見でした。著者の記事を見て QYLD 持ってる人が、あ、意外と RYLD いいね、今後 RYLD に資金移していこうかなみたいなことを言われておりました。ちょっと QYLD ピンチかもしれませんね。3つのカバードコール ETF で、こういう人はこれがいいんじゃないみたいな紹介をしましたけれども、正直3つって選択肢として少ないですよね。他に選択肢はないのかという声が当然出てくるかと思います。QYLD、XYLD ではなく、僕がおすすめしたいのが QYLG、XYLG という2つ。グローバル X カバードコール&グロース ETF というものです。もう皆さんもご存知かもしれませんけれども、この2つの特徴をですね、簡単に言ってしまいますと、従来のカバードコール ETF では値上がり益をすべて放棄してオプションプレミアムを得てました。けれども、値上がり益を半分放棄するだけで、少しオプションプレミアムの量は減りますけど、値上がり益も分配金も両方取っていこうという欲張りな ETF です。これについてはですね、過去に QYLG がめっちゃいいっていう僕動画作ってるんで、よろしければ概要欄からでもご覧になってみてください。 QYLD、QYLG、そしてトリプル Q の株価推移を簡単に示しております。赤、QYLD は全然横ばいなんですけども、QYLG については1年間でプラスの 8% ぐらい、トリプル Q についてはプラスの 28% っていうところで、分配金等を加味するとですね、まあだいたい QYLG がこのトリプル Q と QYLD の間に位置してくると、そんな感じになっております。美味しいとこ取りって感じですね。僕がこの QYLG を推してる理由っていうのは、 4% ルールとかそこら辺に結構ねうまくハマってくる ETF だからです。ちなみに直近の分配金はですね、さっきのですね税金関係の話でもうえぐいぐらい分配金出れて、前年同月比プラスの 900% っていうわけのわからん数字になっております。ただ QYLD のですね半分ぐらい、 XYLG も XYLD の半分ぐらいをだいたい推移してると思っておいてください。さっきのですね、じゃあそれを踏まえて安定してキャピタルを確保したい人っていうのはQYLD でしたけども、 VIG にもう少しパンチが欲しい、さっきは XYLD って言ってたんですけれども、そんな人はまあ僕個人的にはですね XYLG とか QYLG でいいだろうと。キャピタルのですね成長性、そこもやっぱり重要だと思います。そして最後にですね、カバードコール ETF とファイヤーのメンタル的なお話少ししてみたいと思います。ファイヤー達成する人ってやっぱりベースはですねインデックス投資
で平均的値上がりを取ってきた。まあすごい値上がりするわけでもなく、配当金で資産を増やすというよりは比較的キャピタルを取ってですね、資産を増やす人が多いかと思います。ファイヤー後によし現金確保するために高配当 ETF、 例えば QYLD に全部シフトしちゃおうとした時にですね、その後トリプル Q のすごい値上がり、 S&P500 のすごい上昇、それをですね分配金を受け取る代わりにそれらをしっかりと諦めることができるのかなというのがですね、僕がですね考えるファイヤーの心理的なお話です。僕はね、多分性格的に配当金もらっても、あ、こんなんだったら配当金そんな使うわけじゃないし、キャピインデックス投資のまま続けとけばよかったかなって多分思っちゃうと思うんですよね。まあこんなことがですね、みんなが当てはまるかわかんないですけど、少なからずそういう思いを持つ人もいると思います。そういったことからですね、改めてカバードコール戦略、まずは値上がり益を放棄する覚悟、あなたには足りてますか？これが足りてるならですね、QYLD ガンガン買えばいいと思います。もしも足りてないなら、QYLG とか XYLG、そういうところを僕はお勧めします。もしくはインデックス投資、これを切り崩していく。ただこの切り崩すっていう作業もですね、結構精神的にきついんですよね。資産が減っていっちゃうわけですから。そういう意味からも僕は QYLG、 XYLG よりは QYLG 推しかな。全然全く確保足りてないなら、そういう人はトリプル Q とかレバナス、そして CFD なんていうのはいいのかもしれませんね。ということで今回の動画は以上になります。グッドラック。